藤戸舞です。今回はこちら、お先に拝見近未来 BEV の形です。電動化の進展に伴って各メーカーのこれからの形を具現化した BEV のコンセプトカーやニューモデルが相次いで発表されています。BEV で近未来の車はどんな姿になるのか、海外の注目モデルをピックアップしてみました。まずは BMW のコンセプトカー。 BMWi Vision D BMW が2025年の生産開始を目指している新しい BEV シリーズノイエクラスセの方向性を表現したモデルフロントガラスの幅いっぱいに情報を表示する新しいヘッドアップディスプレイが特徴ですまあこの車かっこいいよねしかもキドニーグリルがすごく控えめでシンプル最近の BMW とは真逆の方向性っていうのが面白いですよね確かにそうですね お次はフルクスワーゲン ID2 オールのコンセプトモデル、ポロと同じぐらい手頃な価格でゴルフと同じぐらいの広さをアピールポイントにしたコンパクト BEV、ID3 とは異なり前輪駆動で歴代もゴルフでおなじみの C ピラーデザインを採用していますうんあのやっぱりバッテリー V の問題って価格上がっちゃうことなんですよねで、そういう意味でポロと同じぐらいの手頃な価格でそれなりのバッテリー容量を積んでくることができたら、これは、ね、革命的なモデルになると思います。でもね フォロ GTI ぐらいの値段じゃないかな <laughs> 最後はキャデラックが2022年10月にアメリカで発表した市販車セレスティックですキャデラックの超高級フラッグシップとしてパーソナルオーダーで作られるそうです、うん、まあ、キャデラックって昔のキャデラック今のキャデラックとは考えられないぐらいめちゃくちゃ高級なブランドだったんですよでこれね1930年代にはハンドクラフトっていうのが普通に行われていたんだけれどもそれを この大型バッテリー EV 新型でやってきたっていうのはいいやこれすごい新しさむしさむろ感じるよね、はいまあ、BEV という新しいプラットフォームの中で各メーカーの歴史や個性をどう打ち出していくのか考えている。うん そうですね、ねなので、BMW もフォルクサーゲンも、キャダラックも全部、形のどこかに過去の名車のこうオマージュっていうのをやっていて、やはりこう中国を中心に新興バッテリー v メーカーがどんどん出てきている中で、差別化をしていくのには、過去のやはり遺産をね、はい、うまく使っていくっていうのも一つの方法になっていくんだろうなっていうこと、を感じさせますよね、はいまあ、電動化、今後の方向性に注目していきたいと思います。以上藤友愛でした 旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組それが車で行こうです TVK では毎週日曜夜10時再放送は毎週土曜朝11時で公表放送中ですまた番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます皆さんのより良い車ライフにぜひ お役立てください。エンジン